はい、えー、皆さんこんにちはリウマチ医の平野です、えー、今回は第48回日本関節病学会のシンポジウム6高齢発症 RA の治療と問題点で、えー、発表した内容を紹介いたしますタイトルは関節リウマチリウマチ性多発筋痛症 RS3P 症候群の 診断と治療というタイトルであります。まあ現在日本の問題点はあ急速な高齢化であります。それはすなわち総人口の減少と高齢者率の増加であります。高,高齢化率21.21% 21以上は超高齢化社会なんですが最新のデータによりますと現在は 約28.4%高齢化率は28.4%ということでありますこちらは内閣府から出ているグラフなんですけどもこの棒グラフが日本の人口であります日本の人口はだんだん増えていたんですが平成17年22年あたりを ピークとしまして、減少に転じておりまして、えー、令和2年、えー、このように減少しつつあるというところであります。えー、これはどん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 今後人口するが減少することが予想されておりまして、えー、令和47年、2065年には8000万人ぐらいになってしまうということであります。 えー、そして、えー、この赤い点、えー、棒グラフがあ、えー、折れ線グラフが、えー、高齢化率65歳以上人口の割合でありまして、えー、昭和25年の4.9%から、えー、どん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 こう増えておりまして、えーまあ、最終的には38.4%になると。 いう予測がされていますそしてこの棒グラフの内訳がそれぞれ75歳以上とか65歳から74歳といったような年齢区分でありますけどもこれを見てみますと、えー、まあ65歳以上この、えー、下のこの2つがいわゆる高齢,高齢者なんですが、まあ、どんどん増えているんですが、まあ、高齢者の 数はですね、今後若干増えてまた徐々に減り始めるということなんですが問題はこの64歳以下の人口がこのようにどん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 減っていくということが問題でありましてこの緑のグラフが65歳以上を15から64歳人口で支える割合ということになっているんですが 昭和25年の時は12人で、えー、1人を支えていたんですがどんどん減りまして今は2人で1人最終的には1.3人で1人ということになるという、まあ、恐るべき予測がされておりますこの日本の高齢化の進行というのは今後も続くと考えられまして まあそのことはさまざまな日本の社会の至るところに影響を与えるわけですが我々が行っている関節リウマチを中心としたリウマチ性疾患診療にも大きな影響を与えることが予想されますこの日本の人口の減少と高齢化率の上昇は、まあ、端的に言えば新しく発症する関節リウマチ患者さんは減少すると思われます人口が。 しかし、えー、新規発症の関節リウマチの患者さんの中における高齢者率の上昇も推測されます今回の講演では、えー、高齢発症の関節リウマチとともにその鑑別診断として重要なリウマチ性多発筋痛症と RSDP 症候群を取り上げて それらの診断の留意点、そして治療の留意点を論じてみたいと思います。本日ですけれども、まあ、高齢発症の関節リウマチ、そしてリウマチ性多発筋痛症、RS3P 症候群の分類基準、診断基準と鑑別診断、えー、リウマチ性多発筋痛症の治療及び経過中の 関節リウマチへの診断変更について、えー、話をしたいと思います。まずは、あ高齢発症関節リウマチリウマチ生徒発禁止は RSEP 症候群の診断基準、分類基準と鑑別診断であります。こちらは、当院の写真でありまして、まあ、田んぼの中に、えー、立っております。 年齢と関節リウマチで用語の整理をしたいと思いますが65歳以上が高齢者ということで65歳以上のリウマチ患者さんのことを、まあ、単純に高齢者の RA と言います英語では Elderly Rheumatoid Arthritis ERA というわけです一方60歳以上で発症した RA の場合は Elderly Onset そのように呼ばれまして e o ラ a と よく呼ばれます一方16から59歳の場合はアダルトオンセットというか、まあ、16歳はアダルトではないんですがアオラと呼ばれております <laughs> これより15歳以下だと、まあ、小児のリウマシということになってきます、まあ、この2つのところ、まあ、65歳が高齢者で60歳以上だと高齢発症というところが、まあ、1つ押さえておくところかと思いますし まあこういった患者が増加してくるということは言える、割合が増加してくるということは言えると思います。こちらは2010年に発表されました、米国リウマチ学会及び欧州リウマチ学会から発表されました、RA リウマチの新分類基準でありますが、えー まこの分類の対象となる患者というのは最低1箇所明らかな臨床的滑膜炎腫れが伴うような滑膜炎あるいは関節栄光や MRI で証明できるような滑膜炎があるということが1つとありますそしてもう1つ他の病気では説明できない滑膜炎を有する症例という大前提がありまして 他の病気を考えてみても当てはまらないということを考えなければなりません。その上で、罹患関節、血清反応、急性期反応、症状の持続期間をスコア化しまして、これらが6点以上の場合、定義されたリウマチというふうに分類できるという、まあ、診断基準ではないんですが、分類できるという基準であります。 まあここの大前提の他の病気を除外するというところが最もポイントでありましてその上でスコアリングするということになるので、えー、むやむやたらに何でもスコアリングして満たせばリウマチだと言っていいものではありません従ってリウマチと分類するためにはその症例が少なくとも PMR リウマチ性多発筋通症や RSDP ではないということを考ええー、除外診断をしなければいけないということであります。でえー、日本リウマチ学会からそのこの基準に、えーえー、を考えるときに鑑、えー、別診断として重要なリストというのが発表されておりますがその中で、えー、非常に鑑別難易度が難しいものの一つとして リウマチ性多発筋痛症が入っておりますし、鑑別難易度が中のところに、この RS3P 症候群が入っています。したがって、これらの病気を、と非常に紛らわしい場合があるということであります。で、こちらは2010年に同じく米国リウマチ学会と欧州リウマチ学会で策定されました。 PMR の分類基準であります。まあ、内容としましては朝のこわばり股関節の症状血清反応が陰性肩以外の関節が存在しないということがまず特徴としてあるよとそして超音波検査がなしの基準だとこれらが4以上ありの基準だと肩とか股関節あるいはそれが 変速あるいは量速ということで、それぞれ1ポイント、こういう基準もあるということであります。まあ、これはもう同じく診断目的に作成されたものではありませんが、まあ、これも大前提がありまして、まあ、50歳以上であること、あまりですね、若い人、40代の人とかで PMR というのは定義されないわけであります。そして、両方多数と、えー、あるいは CRP、 血腎のどちらか、あるいは両方の異常を認める症例と、肩が痛いと、そして炎症反応があるということ、そしてもう一つは、PMR 以外の病態では説明が困難な症例と、やはりこちらもですね、えー、除外診断をしてくださいというふうに書いてあります。つまり、PMR と診断するためには、その症例が少なくとも RA ではないと除外診断が必要ということで、 行っって帰ってきて帰きしままうわけでありますもう一つ今回の話の中で、えー、取り上げた RS3P 症候群ですがこれはマッカーティーらによって提唱された疾患概念でありまして、えー、1985年のジャマに、えー、この歴史的論文が載っておりますがあ特徴としましては両手の不腫。 そして突然発症で多関節高齢者であること血清反応が陰性でレントゲンで骨びらを認めないことというような特徴が挙げられておりまして確立したあ診断分類基準は存在しておりませんこの中で、えー、報告があった10例ですが年齢は若い人は59歳、えー、最高は82歳でありました 男性が多くて全部白人であるということですそして、えーまあ、朝のこわばりのお症状なんかもあるということでありますこの RS3P 症候群の手足の所見の特徴は、まあ、ちょっとこうむくんでですねピッティングエデマというものがあると いうことであります。こう押えると凹むようなむくみがあると、手と足にも起こることも多いということであります。この高齢発症の RA、PMR、RCP 症候群の鑑別診断というのは結構難しいわけであります。 まあこうテキストブックには、まあ、このように3つの病気の特徴がこのように並べられて書いてあるので、えーまあ、あまあこれで、えーまあ、ある程度典型的な症例は違うんですけども例えばあリウマチで30から50歳代と発症年齢書いてありますけども高齢発症の人が大変増えてきているということもありますし滑、えーまあ、膜炎もですね RSDP 症候群でもやはりありますし、えー、リウマトイド因子は RSDP 症候群陰性、PMR も陰性のことが多いわけですが、あ高齢者になりますと、リウマトイド因子は健常時でも陽性率が高くなりますし、一方、高齢発症の RA 例では,これは陽性って書いてありますが、高齢発症の RA 例では陰性の人も多いということです。 高齢者では血清反応の境界が非常に曖昧であるということでありまして、高齢者は若年者よりも RF 陽性率が高くなることが知られておりますし、まあ、逆に PMR や RSP でも RF 弱陽性になりうるということであります。そして高齢発症あるいは血性反応陰性例が多いことで知られているということであります。あとは画像検査をしても、滑膜炎はどの疾患でも生じうるため、鑑別が困難であります。 あと、まあ、RA に最も特徴的なのは RA 特有の関節ダメージ所見、まあ、レントゲンなどで分かるダメージ所見ですが、まあ、あ発症初期にこういった診断に迷うわけなのでそういう時にはこういった関節ダメージ所見はないことがほとんどであるのでレントゲンで鑑別も難しいということになりますこちらはあ10日のデータですが じゃ超音波でいろいろな病気、えーえー、が鑑別できるかということなんですがあこちらは2014年1月から2015年9月に当院で関節超音波を行った380名の中で関節超音波施行時には診断未確定であった255例を対象としまして最終診断で r a p m r r c p と 診断して、その後から関節エコー処刑を比較したものですが、まあ、最終的な診断がここに書いてあるわけですが、手関節の,そのエコーの異常出現率も、まあ、リウマチは、まあ、そこそこあるんですけども、まあ、RSDP なんかでもこのように反応があるわけであります。肩の反応はどうかということですが、リウマチも6割ぐらいがあ陽性でありましたし、PMR、まあ、PM R はもう濃がちょっと高いんですが8割、まあ陰性例もあるということでありました。<laughs> まあ実臨床においてはその高齢発症の炎症性関節炎には、まあエオラ、BMR、RSP のこのどちらともちょっとなかなか診断が難しいような境界領域が存在しております。まあ今回これは。 えー、血清反応は陰性の症例とまず定義しますが、えー、例えばこのエオラと PMR で非常に悩む場合があるわけでありますエオラか PMR で迷った場合糖化ではどうしているかということですが、えー、明らかな肩以外の四肢関節炎がある場合はエオラとしております例えば 炎症性関節液処理を伴う膝関節炎であるとか、主張、頭痛を呈する手足関節の関節炎などがあれば、あリウマチかなと考えるわけであります。えー、関節液をは、10日では前例に網羅的にやっておりますが、技師によって、えーまあ、例えばあ、症状がない関節液のみの一度ぐらいの関節炎が結構ありまして、えー、そういう場合、 あるからウマという,ふうに早がてはしておりませんあとは発熱ありの場合は粒マしで多発筋通症をすることが多いです肩や股関節のみであれば増 AMRI で RA と考えられるような増殖性滑膜炎を検索してそれがあれば粒マシとすることもありますがなかなか判定が難しい場合が多いです 続きまして、エオラか RS3P かでこの迷う症例でありますけれども、手足のピッティングエデマという RS3P 特有の特徴がありますので、これが明らかであれば RS3P として治療しますが、エオラでも若干むくむように見えることもありますので、明確な大関節炎があれば、エオラとして治療することが多いです。 発熱があれば RS3P とすることが多いです。p m r と RS3P で迷うような症例もあります。まあ、肩とかが痛いのと同時に手足がむくんでいるような感じです。まあ、このような症例というのは割と散見しまして、このような場合は合併症、合併例としてステロイチを開始します。まあ、どちらであっても、 ステロイド治療が基本となりますので、まあ、それでいいでいいわけであります。ま PM pmrrsdp 症例と呼称しております。では、リウマチ性多発筋痛症の治療及び経過中の関節リウマチの診断変更についてであります。こちらは豊橋市民病院の内部で大変敷地面積が広くて非常に長い廊下があってま運動にはなります。 またこのようなデラックスなロビーがあります。まあ、いろいろ、えー、診断を考えた結果、エオラと診断した場合、まあ、この場合はあ通常のこちらユーラーレコメンデーションですが、こういったレコメンデーション通り診療を行うということになりますし、まあ、ただ、手術の合併症を持ってたり、臓器の低下がある例がありますので、 まあ安全にも最大の配慮を行って、まあ、慎重に治療を進めていくことになります。PMR と診断した場合ですが、まあ、RS3P もこれに準じてやるわけですが、まあ、こちらは2015年に発表されております、ULAACR の PMR のマネージメントのレコメンデーションですが、まあ、ステロイド治療が中心となるんですが、 まあ、N 制度は、まあ、こういった PMR、RSDP にはあまり、えー、症状改善効果はありません。で、えー、グルココルチコイドは効果的な最低限の期間で使用するということになります。プレドンツロン換算で1日12.5から25を,を開始するということでありますが。まああ 日本人の場合は非常に小柄な人も多いので、10日では10ミリから始めて、1、2週後に来ていただいて、反応を見て15、あるいは20に増やすといったような対応をしております。でまあ、このレコメンデーションでは、プレドニンドローンが7.5ミリ以下とか30ミリ以上といった、あまり少なすぎる量、あるいは多すぎる量の開始は進められておりません。 プレドインゾロンは夜間痛がある場合の時朝食後の単回投与が進められておりまして、まあ、治療開始から4から8週以内にまあ10ミリ程度まで減量するとそして、えー、調子が良ければ月1ミリぐらいのペースで減量するということになっておりまして、まあ、大体10日でもこのようにやっておりますこの PMR の治療経過を眺めてみます,見ますと多く 大きく3パターンあるなと思っております。まあ、PMR と診断してグルココルチコイド治療を開始して寛解、まあ、に入った後と減量していくわけですが、まあ、その後徐々に減量していって再燃なく PMR 治療が終了したする例があります一方クレドニゾロン減量途中に PMR が再燃してしまって プレゾンゾロンが再び増量されてプレゾンゾロン治療が継続している症例あるいはプレゾンゾロン減量途中に、えー、末梢の関節炎が明らかになってリウマシと診断を変えて治療が行われる例があるかと思います、えー、こちらですがステロイドが中止できる例と中止できない例がまずあるわけであります どういった症例がこのステロイドを中止できるのかということは常々疑問に思っておりました。こちらはあ以前、10日に勤務していた名古屋大学の服部恭介先生が10日のデータを用いて論文を書いてくれたものですが10日にて治療を受けた PMR 症例を使用した後ろ向き症例対象研究。 ステロイド治療開始から30ヶ月時におけるステロイド寛解中止例20例と30ヶ月時におけるステロイド継続例30例を比較してプレズド,ドローン中止に関連する因子を調査したものでありますどういった症例が中止できるかということですが、えー、こちらはベースラインの患者背景を比較したものですが、まあ、年齢、性別、 体格といったた。ものに特に特差はありませんでした症状の持続期間も、まあ、特に差はなかったと糖尿病の起用も差がなかったと。貧血血小板といったところや腎機能あるいは血清反応も差はなかったわけでありますで経過を見てみますとこの寛解に至ってステロイドを中止できた人と中止できなかった人では CRP のこの経過を見てみますと大きく差がありました。寛解に入った人たちはもう1ヶ月の時点でかなり CRP が下がってそのまま下がっていったわけですが寛解に入れなかった人は1ヶ月の時点でちょっと高止まりしてそのまま若干下がっていますがこういう経過。1ヶ月の時点でこの両軍間に統計学的優位差を認めていたと。 その他12か月、24か月、30か月でもまあ差はあったんですが、まあ、1か月の時点で特にも差が出ていたというところが一、うん、つ重要かなと思っております。そして、えー、この1か月の時点の CRP でどのぐらいの値がカットオフ値になるかといいますと、ROC 解析では0.17ということで、0.17 1>, 以下だった1ヶ月の時点の CRP が0.17以下だった症例と0.17を超えていた症例で今度データを見直しますとステロイド寛解になった率というのが0.17以下だった症例では 62.5%1 ヶ月の時点で0.17を超えていた群では20%しか最終的にステロイド中止に至らなかった。 というような差がありました。治療早期におけるステロイド投与に対する CRP のレスポンスがその後のクレドニゾロフリーに関連していたということであります。続きまして、このステロイドを治療を開始してテーパリングしていくといったところ、おまあ、リウマシと思われるような症状があらわになってきて診断を変更する。 例がああるわけであります。どういった症例がこの経過途中で診断が変更されるのだろうか、これも大きな疑問を持っておりました。続きも、これを調査してみましたが、2010年5月から2020年7月まで、糖密に PMR していた143例の中で、 10日で PMR と診断・治療会をした95例の治療成績を評価、最終観察時に PMR として治療していた、あるいは治療が終了していた83例とあー、RA の診断を変更した12例、診断変更群を検討しまして、患者背景やあそういったもので比較したと、あるいは診断変更群はどういった症例であったかを ままとととめたということであります PMR 群と診断変更群の開始時の患者背景ですけれども、治療開始時ですが、初診時、年齢も差はありませんでした。性別も女性が PMR 群で61%、診断変更群で50%で差はありませんでした。 まあ、c r p 値も差はなかったんですが、MMP3 の値が PMR 群では237、診断変更群では370ということで、まあ、診断変更群の方が MMP3 の値が高く有意差があったということであります。まあ、その後、他の血清反応などには差がなく、血清も差はありませんでした。まあ、診断変更群の詳細ですが、 まあ、あ初心時年齢はあ、まあ、68歳から、まあ、84歳までで、えー、ややあ男,性、まあ、男性が半分ぐらいということであります。えー、初心時の症状を見直しますと、まあ、手関節の症状もあったあ症例もあります。あとは膝も腫れていたとか、そういうのもあって、まああまあえーまあ、振り返ると、 最初からリウマチと言ってもいい症例もあったかもしれませんが、あとりあえず PMR というふうに、これらの症例をしたわけでありますが、えー、経過を見ていく中で、まあ、手足の末梢関節炎とか、この症例では膝が腫れてきたといったような、あ明らかな PMR を超える症状が出てきたということで、えーまああ、診断を変更したということであります。 最初の診断時のエコー所見、PMR 診断時のエコー所見を見てみますと、まあ、手関節にも、まあ、これはあまり症状がはっきりしないような PD がある症例もありました。まあ、診断変更時ですけれども、まあ、そういった時きは、まあ、こういった末梢関節炎を明らかにするようなあ多数の手,手関節や手指のエコーの所見があったということであります。 まあ足など MTP 関節などの関節炎も明らかになった症例もありました、まあ、関節リウマチリウマシ性多発筋痛症 RS3P 症候群の診断と治療のまとめですけども、まあ、高齢者に壊すするこれらの3つの疾患について鑑別診断治療手順をまとめました診断では多くの診療情報を得る必要があります RA の家族歴とか血清反応 炎症滑膜マーカー関節炎症状の分布関節液光所見あとはまあレントゲンの所見も重要であります、まあ、基本的には確実なエオラといえないようであれば PMR や RSDP としてステロイド治療から開始しております、まあ、その理由はエオラとすると治療が永続されることとなってしまいますが PMR や RSDP であれば プレドニゾロン寛解中止となる症例が存在して、実際、当0では60.2%が PMR で診断して、ステロイド治療をオフして、その PMR という診断からあー出しているわけであります。そういった症例に、えーまあ、エオラとしてしまうと、えー、不必要な DMR 治療が続くことになりまして、それを行いたくないという理由であります。 一方で、PMR や RS-3P と診断したものの、プレドンゾロンを順調に減量中止できないような症例では、常に臨床症状や関節栄光検査を定期的あるいは必要に行って、エオラと診断変更する必要性があるか、監視する必要があると考えております。そして、エオラに診断変更すれば、MTX を中心とした CSD1 治療を開始していると。 そのようなやり方でやっております。以上です。ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル、現在232人の登録者で、まあ、こういった関節炎の話やコスト症状に関する講演や研究を発表しております。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。